立命館大学パンサーズ、立命館大学パンサーズ、立命館大学、立命館ユニバーシティパンサーズは、立命館大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。1953年創部、関西学生アメリカンフットボール連盟所属。パンサーズの名称は、1987年に、当時の定型校である、ピッツバーグ大学パンサーズ、W。 EN ユ n バーシティオブピッツバーグパンザー r n c a a i ビジョン IA ビッグ、イーストカンファレンス所属に習って名付けられた。チームカラーはスクールカラーでもあるマルーン。立命館大学は1953年に関西で5番目に創部した。関西学生リーグでは1948年の京都大学以来戦後2番目の創部であった。部当初は 鴨川の河川実機で練習をしていた。また、当時は、新入生が、毎年5人ほどしか入らず、野球用ユニフォームを、演児色に塗り替えたり、鴨川にボールが入っては、練習を中断するな、現在のような、恵まれた状態ではなかった。練習に11人来ることすら珍しかったという。1953年のリーグ戦では、現在のライバル校である、 関西学院大学にゼロの132という記録的大差で敗れる、と、総部以来関西学生リーグでも常に回をさまよい、1970年、追手門学院大学に敗れ、二部リーグに降格するまで、1970年から入れ替え戦、開始18年間で12回再開会を経験している。1965年には、神山グラウンド、現在は、 京都産業大学に売却に練習場を確保し、サッカー部などと共同利用したが、満足のいく練習ができなかった。二部に降格した1970年に京都市北区にグラウンドを移転し、同時にようやく部室が与えられた。1979年には関西学生一部リーグに復帰したが、1982年に岡山大学に敗れ、 再び二部公格の屈辱を味わう。1983年に原屋グラウンドに移転し、同年東海大学との定期戦を開始した。この頃、大学を挙げての強化が始まった。1984年に、平井秀次がヘッドコーチに就任し、二農家体制の元指導者強化が行われた。この頃大学内でもアメフト人気が高まり、1学年で20人を超す。 部員数になった。1987年には、グレーターズという名称をパンサーズに変更し、感覚、兄弟に勝つ、チーム作りに着手する。1990年には、ヘルメットのデキャルを、R マークから、クレムゾン大学タイガースロゴを模した足型をかたどった、マークに変更した。この年、関西学院大学ファイターズから初勝利を収める。1993年には、 二の丘が総監督に退き、平井が監督に昇格する。春の横浜ボールで、法政大に勝利するが、秋のシーズンでは間額、兄弟に、僅差で敗れる。1994年練習拠点を、立命館大学美和子、草津キャンパス、BKC に移転した。当時、多くの学生は、木の傘キャンパスに在籍しており、アクセスは厳しくなる。ものの、 BKC に設けられたクイーンス,スタジアム等の設備が抜群であることから移転を決断したと言われている。秋のシーズンでは2年生 q b 東野ミノルや LB、川口聖子を要し、兄弟には TD こそ奪えなかったものの5本 FG を決めて競り勝ち、間額には一度逆転を許すものの q b 東野から WR 柴原へのロングパスをきっかけに RB 中野が td 逆転勝利を飾る。そして最終戦の共産大戦に勝利し、7戦全勝で、総武41年目で悲願のリーグ初優勝を果たした。初出場となった甲子園ボールでも法政大学を僅差で破り学生日本一に輝きた。1995年には最終節に京都大学と優勝をかけて全勝対決する。 実名は残り2分を切ってからの最後のシリーズで、自陣深くから敵陣2ヤードまで進行するが、その後、ライスボールを制して、日本一に輝き、鉄のカーテンと異名を取った京都大学の剣士の前に、TD を上げられず7から3で敗北する。2位。この試合は、涙の日清球場にあやかり、涙の2ヤードとして、ファンに語り継がれている。年には、 京都大学、関西学院大学と6勝1敗で、並び三校同時優勝となり、甲子園ボール出場をかけたプレーオフに突入する。準決勝の観学戦には勝利したものの、決勝の兄弟戦には東野の負傷もあり敗れる。この年には合わせてユニフォームをマイナーチェンジして、黄色を廃し、マルーンと白のみとした。1997年には、 下馬票は高かったものの、感覚に破れ2位に、1998年は、全勝で3回目のリーグ制覇を達成し、甲子園ボールでは、法政大学を破り2回目の学生日本一となるが、ライスボールでは、リクルートシーガルズ、現、オービックシーガルズに破れる。1990年代中盤の感覚、兄弟、立命の優勝争いは、三強対決と呼ばれ、 実力が接近した三強の戦いは、リーグ戦を大いに盛り上げた。1999年のシーズンは、前年の主力である q b 川崎、LB、小西人志が残り優勝候補にも伏せられるが、感覚に惨敗して優勝を逃した2位。翌2000年に低傾向である、オクラホマ大学に、橋爪伊コーチが1年間留学し、 そのノウハウをもとに同年全米一に輝いた、オクラホマスタイルのショットガンを導入した。ショットガン攻撃に合わせて1年生 QB、高田哲夫をスターターに抜擢したが、2000年は兄弟、感覚ともに敗北し3位に、2001年は兄弟には、接続したものの感覚には6から10で3連敗を、喫する。2、2002年、平井秀次が総監督に退き、 2001年よりヘッドコーチに就任した古橋祐一郎が指揮を取るようになった。QB、高田哲夫が率いる立命のショットガン攻撃はシーズン序盤から威力を起死、阪急西宮スタジアムでの最終試合となった関西学院大学戦を48の14で圧勝し、4年ぶりの甲子園ボール出場をつかみ取る。甲子園ボールでは、 小郷は稲田大学を一周して三度目の学生日本、一二、そして、ライスボールではシーガルズを破り初の日本一に輝く。2003年は、QB 高田哲夫、WR、木下範明等前年度の主力が多く残り、連覇が有力視されたシーズンだった。第六節まで危なげなく、勝ち上がり優勝を決めたが、最終節の間隔戦は、 前半に先制されリードを許す苦しい戦いとなった。後半自力で勝る立命は、四球終盤に同点に追いつき、最後は、ケーキシノの FG で勝利を決め、2年連続のリーグ、全勝優勝を達成した。甲子園ボールでは法制に圧勝し、ライスボールでも社会人のオンワードスカイラークス、後のオンワードオークスを寄せ付けずに、解消、2年連続の日本一に輝いた。 ライスボール連覇は、京都大学の2連覇、1985から1986、日本大学の3連覇、1988から1992次開挙である。2004年には、リーグ戦で、関西学院大学に敗れ自力優勝の可能性が、なくなったと思われたが、事説で、感覚が、京都大学ヤングスターズに、まさかの惨敗を喫し、 立命の自力優勝が復活した。関学、立命ともに最終戦を勝利し、両校優勝となる。そして、関学、立命はプレーオフでタイブレークまで持ち込む人を演じ、24から21で立命が勝利し、3年連続の甲子園、ボール出場を決める。甲子園ボールでは、法政大学に前半苦戦するものの、後半自力を発揮し、 38から17で勝利。甲子園、ボール3連覇を達成した。甲子園、ボール3年連続優勝は、1988から1990年の日本大学以来であり、関西学院大学、日本大学に次いで3校目の3連覇達成校となった。しかし、ライスボールでは松下電光インパルス、現パナソニック電光インパルスに敗れ、 三年連続の日本一を逃す。2005年、全評判では、決して高くなかった立命は、リーグ戦で一戦ごとに、チームが成長する。初の最終節全勝対決となった、関西学院大学戦では、QB 池野が負傷退場するものの、控え QB 渋井が実力を発揮。守備も、同点を狙った二点コンバージョンを阻止し、17から15で勝利した。 この結果、立命は京都大学ですら未達成のリーグ4連覇を達成した。リーグ戦4年連続優勝は関西学院大学の34年連続優勝以来の2度目の快挙であり、立命は黄金期を迎えつつある。しかし、4連覇を狙った甲子園ボールでは法政大学トマホークスに14から17で敗れた。2006年も第6節までは、 順調に勝ち上がり、2年連続で間額と最終節に、全勝で対決した立命は、終始試合を押し気味に進めるものの、ファンブルを誘ったボールを敵チームに、エンドゾーン内カバーされ、TD を献上し、さらに自陣深くからのパントのスナップが大きく、後ろにそれ、セーフティーとなる、等のミスが響き、2点差間額に及ばず、リーグ戦5連覇はならなかった。翌年2007年も、 同様に、韓学とのリーグ戦全勝対決になったが28から31で敗れた。2008年は、古橋ヘッドコーチ自ら、最弱と評するチーム状態であったが、関西リーグを全勝して3年ぶりの優勝を果たし、甲子園、ボール、ライスボールも勝ち抜いて3年ぶりの日本一にいた。2009年、古橋ヘッドコーチが退任し、米倉明コーチが、 ヘッドコーチに昇格して、指揮を取る、新体制に移行した。2010年、秋のリーグ戦で、関西学院大学、関西大学と共に参校同率優勝となったが、プレーオフの後、甲子園ボールの西日本代表としての出場を、決定、2年ぶり8度目。その後、甲子園ボールにて、東日本代表の早稲田大学を48対21で下し、 7度目の優勝を決めた。しかし、2年ぶりの出場となった、ライスボールにおいては、社会人代表のオービックシーガルスに0対24で敗れた。立命のリクルート戦略を語る上で欠かすことができないのは、1987年に第一期生が入学したスポーツ推薦による入学制度である。現在では、多くの大学が導入している制度であるが、 立命はその宣伝をつけた形となった。従来の推薦入試では、当該競技で優秀な選手を選抜し、入学させるのが普通であるが、立命では競技未経験者にも文句を広げたのが特徴である。この制度を利用して、アメリカンフットボール経験者以外に、高校時代にラグビー、バスケットボール、野球、相撲等の部活動を行っていた。 アメリカンフットボール未経験者が入学し、特に野球経験者は、甲子園出場経験者も入部するため、高校野球と甲子園ボールで甲子園の土を踏む選手も少なくない。大きな成果を上げている。また、付属校である、立命館宇治中学校、高等学校、立命館、継承高等学校にアメリカンフットボール部が設置され、間学と同様に、 付属校からのアメフト経験者の入部が近年、増加している。近年の立命の主力選手の多くは第三、大付属校出身者である。琵琶湖、草津キャンパスでの練習施設は、国内屈指の規模である。もともと、天然芝、夜間照明完備のクイーンススタジアム、専用ロッカー、ウェイトトレーニング施設が充実していたが、他の体育会と共用するものも多かった。しかし、 2007年9月に人工芝グラウンド BKC グリーンフィールドとアスリートクラブハウスが完成して専用設備が充実した。BKC グリーンフィールドはグラウンド一面をアメリカンフットボール部専用として使用できる。もう一面はラグビー部専用。アスリートクラブハウスは最新のトレーニング機器を数多く揃え、酸素カプセル、アイシングルームなども備えている。 現在、立命は、NCAA Division I a ビッ c 1 2カンファレンス所属のオクラホマ大学、スナーズ、w e n オクラホマスナーズフットボールと提携関係にある。2000年に橋爪コーチが1年間留学した、その年、オクラホマ大学は全米1に輝いたのをきっかけに、毎年コーチ陣がオクラホマ大学を訪問し、交流を深めている。 近年は春に一部選手が短期留学をするようになっている。立命館大学はプロスポーツビジネスに関する講義を開講するためにプロフットボール団体である NFL と協定を結んでいる。2006年にはスポーツ推薦の一部として NFL 選手養成コースを設置し、立命から NFL 選手を輩出するプログラムが開始され、1期生2名が入学した。 同コース入学者は1回政治に、オクラホマ大学の春季キャンプに、2.3回政治には、ウンフルのキャンプに参加することになっている。立命館大学パンサーズは、スポーツ用品、メーカーアシックスとパートナーシップを結んでいる。同様の契約を結んでいる大学のクラブとしては、早稲田大学ラグビー集休部、2002年にアディダスジャパンと提携。 2016年からはアシックスに変更などがある。古橋祐一郎ヘッドコーチ就任以降、千葉ロッテマリーンズのファンサービスを見習い、ファンサービスの拡充に力を入れている。2005年に長い公園球技場で行われた第6節、関大戦終了後、選手たちがスタンドに上がり、LB の木下恵一郎が、観学戦も見に来てくださいという声を皮切りに、立命ファンに、 最終節観学戦への招待状、観学戦の会場、開催日、選手コメントなどが封入を手渡した。2006年の第6節観覧戦終了後には、同様に最終節の観学戦に向けての選手コメントを添えた道はヘルメットがファンに配られた。また、2005年以降、春季に PKC クイーンススタジアムで行われた交流試合終了後にも、 選手とファンの交流イベントが行われている。1994年立命館、大学24から22法政大学1998年、立命館、大学25から17法政大学2010年、立命館、大学48から21早稲田大学1994年度、立命館、大学14から16松下電光インパルス。 1999年立命館、大学78から0九州大学。1992年立命館、大学17から21東海大学。定期戦1993年立命館、大学16から14法政大学。1995年立命館大学。南カリフォルニア大学。0から5京都大学。コロラド大学。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。